7月7日に東京都知事選挙で敗北を喫した元参議院議員の蓮舫氏は9日、かつてツイッターとして知られていたソーシャルメディアプラットフォーム X にて、自身への厳しい批判とテレビや他のメディアでの容赦ない意見に対する複雑な感情を表明しました。その中で政治家は切実に述べました。でも、私はどれだけ批判されているのかわかりません。男性が言わない表現、そしてどういうかわからないコメントデータ、ひどいと思います。それでもこれらのことと戦いたいのかと思います。蓮舫氏の挫折感は理解できるものであり、彼女が直面している攻撃の性質を考えるとさらに深刻です。以前の国民的選挙では、一般の演説が共通の練習であった。街頭でのスピーチが先行動によって台無しにされ、しばしば右翼の寄稿者によって中傷されてきました。選挙後も、犬が水に落ちるという格言が支配的な感情であることが明らかです。特にひどいのは、蓮舫氏がテレビメディアから受けた扱いです。自由民主党の元議員で長年の清和政策研究会のメンバーである小池百合子知事に与えられた報道とは対照的に、蓮舫氏の民主党の組織の分類中に述べた発言が繰り返し取り上げられ、東京都知事選挙での2位の座を確保できなかったことが強調されています。さらに NHK も8日、東京都知事選挙で53箇所で地域別の石丸伸二氏と蓮舫氏の得票数を報じ、石丸氏の2位フィニッシュに焦点を当てました。一部の視聴者はそのような報道の妥当性を疑い、2位でも良かったのではないかと思っているようです。興味深いことに、東京都知事選挙前からテレビメディアで頻繁に取り上げられていた蓮舫氏の発言は、実は独自ではありませんでした。実際、自由民主党の国会議員の一人が類似の感情を表明していました。デジタル庁の大臣である河野太郎氏は、2011年11月13日付のブログで多分2番目にいいスーパーコンピューターと記しています。河野はブログ投稿で、衆議院の会計監視委員会の努力による原子力関連の支出とスーパーコンピューター予算の整理について語りました。彼はスーパーコンピューターの開発についての曖昧さや、文部科学省がなぜ最高にならなければならないのかという質問に満足な答えを提供できなかったことに疑問を呈しました。これは自由民主党の事業部門が繰り返し提起しているものです。河野は日本の科学技術の進展が世界で最速のスーパーコンピューターの一つ、いくつかの最速のスーパーコンピューター、またはシミュレーションと2番目の最速のスーパーコンピューターの違いがどれだけあるのか、最終製品が出る前にどのようにギャップを埋めるかを問う本当の問題であると主張しました。彼はまた、一部のスーパーコンピューターの利用者が文部科学省と共同でスパコンと原子力を利用して、科学技術振興予算を着実に向上させる機会として活動していると述べました。河野の貢献と蓮舫氏の発言との類似性にもかかわらず、一部のメディアは今もなお情報操作に従事しており、スパコン村の住民たちが苦しんでいることについて説明しています。今もなお、テレビメディアは蓮舫叩きを続けており、問題の本質を伝えずに公正で中立を装う報道が疲れ果てた有権者にとって、不満を引き起こしています。東京都知事選挙後の蓮舫氏への扱いは、メディアが公衆の意見形成に果たす役割と、コメントデータがバランスの取れた正確な分析を提供する責任について重要な問題を提起しています。彼女に向けられた容赦ない批判と厳しい意見は、しばしば彼女の政治的対抗者に与えられる報道と鮮明に対照をなし、彼女を困惑させ、失望させています。これは、不公平または変更したメディアの監視を受けた多くの人々に共鳴する感情です。特定の発言や行動を選択的に強調し、否定的な攻撃を繰り返すことは、どんなに強靭な個人であっても影響を与えます。特に懸念されるのは、メディアが異なる政治家に対して示す二重基準です。蓮舫氏が民主党の事業分類中に述べた発言が何度も取り上げられる一方で、同様の発言をした河野太郎氏などの政治的対抗者には同じ程度の注目や批判がされていないことです。報道のこの報道の不均衡は、メディアの客観性と公正性についての疑問を投げかけます。公衆に対して候補者とその立場について公正かつバランスの取れた見解を提供することが目標である場合、すべての政治家が同じ基準で評価され、
その言葉と行動が一貫して偏見のない方法で報道されることが極めて重要です。残念ながら現状ではそれが常に実現されているわけではありません。テレビメディアで広く見られる蓮舫叩きは、特定の物語が他の物語の犠牲になる形で押し付けられる典型的な例です。これがしばしば公衆が直面する問題の理解を損なうことにつながることを示しています。視聴者からのコメントを読んで返信する部分、動画の最後にコメントをつけてご意見をお聞かせください。メディアの非難は確かにあるが、今回の攻撃は単にメディアの問題ではなく、落選した理由でもない。むしろ批判しかできない、これまで批判することしかしてこなかったという人がなぜ自治体の主張に立候補したのか、多くの人が首をかしげている。自覚して批判の人としていれば、選挙活動で明確な公約や活動計画を掲げることができたと思うが、東京都知事に立候補したにもかかわらず他の候補への批判が中心だったため、不信感や批判が一層高まったと感じる。これまで批判することしか言ってこなかった人物が突然市長選挙に立候補したことに、多くの有権者が疑問を感じたようです。自らを批判の人と自覚していれば、明確な公約や活動計画を掲げることができたはずです。しかし他の候補への批判が中心だったため、有権者の不信感や批判が高まってしまったのではないでしょうか。メディアの報道姿勢も問題視されていますが、根本的にはなぜ批判する側の人物が市長選挙に立候補したのか、その動機や意図が不明確だったことが大きな要因だと考えられます。この人は非難するときは容赦なく攻撃するが、建設的なアプローチはしない。しかし一度逆境に陥ると完全に弱気になる傾向がある。過去の言動や行動を振り返ってみれば、今の蓮舫さんよりもっと傷ついたり苦しい思いをした人はたくさんいるのではないだろうか。自分を被害者に仕立て上げるのは適切ではない。選挙も政治活動も結果が全てである。蓮舫議員の言動については様々な意見があるのは事実です。批判的な発言をする一方で、建設的な提案が少ないという指摘もあります。しかし政治家としての活動を評価する上で、個人的な経験や感情に焦点を当てるのは適切ではないでしょう。確かに蓮舫議員自身も過去に困難な状況に直面したことがあるかもしれません。しかしそれは多くの人々が経験することであり、政治家としての資質や能力とは直接関係ありません。むしろ有権者は政策や実績に基づいて判断すべきです。選挙結果は有権者の意思を反映したものです。今回の結果を真摯に受け止め、今後の政治活動に生かしていくことが大切だと思います。個人的な感情ではなく、国民の利益を最優先に考え行動することが求められています。